んこんばんは。今日もとても楽しいお稽古でした。フラットシャープが多い曲も少しずつ楽譜に読むことで読譜力もついてきます。フラットシャープが多くても怖くはありません。綺麗なレガートで打鍵の位置にも気をつけましょう。ピアノを上達するためには基礎力を身につけることも大切になってきますが、まずは好きにならないと練習は始めません。ピアノを上手くなるためには好きになることでどんどん自分から鍵盤に進んで触れることができます。うまく生徒の気持ち、個性や能力を認めてあげ、楽しいな、また今度はどんな楽しいことが待っているのかなと思わせることも大切だと思います。ピアノ教室はピアノを学ぶ場所ですが、きちんと子どもたちの目線で共感し認めてあげることで、また頑張ろうと思って先生にもいろんなことを話してくれます。明日も楽しいお稽古を。いたずら音符姫でした。